スーパー集めてできますか。多分いつもぬるいと思うんですけど、集めてできますね。ではございません。できるだけ熱く熱々のまま提供しようというふうにはやっております。あ、秋葉原で食べた時もそうだったので、多分全体通してそうしてるのかなと思ってるんですけども、はい、そうでもないんですが、感覚がちょっと取れてただしかその火力の多分節約でそうなっちゃってるんですか。いえ、節約とかでもないですね。そういうふうに、はい、できるだけ熱々で提供しようと努力はしていたんですけども。野菜の関係なんですかね。野菜を入れて、でも野菜も炒めてる感じですよね。炒めますね、はい。ただこう、まあ、正直申し上げまして、はいはい、こう野菜の中のこう水分っていうのが、はいはい、ちょっと出ると、はいはい、まあ、スープが若干冷める傾向にはあるんですけども、はい、今でもあれですか、はい、炒め野菜やってるんですか。そうですね、炒めるのと、はい、茹でるのの2種類でやっております。はい、そうですね、お選びいただけます。茹でる方が中までじゃなくなって、はい、それですぐ食べられたらいいですか。そうですね、茹でても炒めても、まあ、その野菜の量が多ければ水分で薄まっちゃう。可能性としてはありますね。ただ本当にお店としては、はい、できるだけ熱々で提供しようとはしております。結構、もう数年前から、はい、数年ぐらい前から、はい、ずっとそのままなんで、あ、変わってて、その2、3年前にもう1回その苦情、はい、みたいなのに入れさせていただいたんですけども、はい、そこからまだ変わってないんで、あ、だからもうこれも野菜が多いとしょうがないんですよ。でもラーメン二郎なんかは野菜多くても割とスープは高いと思うんですけど、はい、うん、そうですね、まあ、一応こう丼も温めて、まあ、スープももちろん熱々の状態でお入れしているものなんですよね。そうですね、もう麺も揚げてすぐもちろん丼に移しますし、考えられるとこといったら、茹でるのも多分1回揚げ、はい、野菜を茹でて、はい、上に揚げてからでもしばらく経って、まあ、基本的にはもう茹でてすぐ、まあ、麺の上がるタイミングとその野菜を茹でるタイミングっていうのを合わせて、はい、提供するんですけども、まあ、可能性としてですけども、もしかしたらその野菜がちょっと前に上がってしまって冷めてしまった可能性も否めないですよね。はい、完全に統一されてるわけで、揚げてすぐ出すようにっていう、何よりにはなってる。そうですね、基本的には もちろんそういう風にしております。はい、うん、ですね、
お客様ちなみになんですけども、はい、一番最近食べられたのっていつですか。1ヶ月前ですね。いや1ヶ月前、はい、それ錦糸町ですか。そうですね。ああその時もちょっとスープがぬるく感じたんですよね。ぬるくない時もあるんですけども、はい、大体はまあ、ありました。ちょっと、そうですよね。味は気に入ってるので、はい。で、熱いままで食べれるなと思ったので、まあ、ちょっと楽しみにかけて、できればでいいのでですね、その点よろしくお願いします。かしこまりました。ちょっと店舗の方にも再度指導いたします。はい、すみません、よろしくお願いします。すみません、ありがとうございます。失礼します。